こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、復習の優先順位、効率的な復習の仕方について解説いたします。復習、ちゃんとやっていかないと、実力は上がらない。これは当然の話ですよね。ただ、復習をやったとしても、意外と復習に時間かかったりとか、復習の、優先順位間違うと、もうすごく非効率な復習になっちゃうんですね。そうなってくると、試験に間に合わないと。いうことになりますので、できるだけ効率的に復習していただきたいんですね。なので、じゃあ効率的に復習するためには、どのような優先順位で復習していけばいいのか、これを解説していきます。まずやっていただきたいことは、問題を分類するってことです。過去問集だったり問題集、これを分類していくんですね。そのために、まず、問題解いて解説を読むと。この段階はまず踏まないといけないです。もちろん、初めて問題を見るというのであれば、おそらく、大体解けないんですよ。だから、初めて勉強する問題については、分類する必要なくて、とりあえず全部読んでいただいて。で、1回か2回はですね、このやり方使わずに全部復習した方がいいと思います。1回か2回は。3回目ぐらいからですね。3回目ぐらいの復習になってきたら、もうちゃんと分類していかないと、すごく非効率になってきますので、今からお伝えをするやり方、ぜひやってみてください。まず、もちろん問題解きますよね。もう1回か2回やっているわけなんで、問題やっているわけだから、もう実際問題解いていきますと。で、解けたかどうかをまず確認するんですね。まず解けたかどうかを確認する。で、その後、解説を読むと。いう話です。で、まず、解けたか解けないかで分類します。解けたか解けないか。で、解けて、じゃあ解説も読んで、あ、この内容は大丈夫だ。という問題。これが丸一です。で、解けたけれども、解説見て、解けたけども解説見たら自分自身記憶が曖昧だなと、ちゃんと頭に入っていないな、っていうような問題は2ですね。解けたけども、曖昧な知識だったりとか、曖昧な理解だったとか、そういったものは2番です。で、3番、4番は解けなかった部類になります。解けなかったけれども、解説読んだら、ああ、そういうことかって分かった問題ですね。これが3番。で、4番は解けなかった。で、解説読んでも分からないと。何言ってるのか分かんない。これ4番。このように1、2、3、4で分類をします。で、まず1番から見ていきます。1番解けて解説見て、大体頭入っているだろうという問題ですね。で、こういった問題っていうのは、これまでも、1回か2回復習してきて、3回目ぐらいなんですね。この問題解いたのが。となってくると、もうこれですね、大体頭に入っているんですよ。だから、復習はもうそんなにしなくてもいいです。だから、試験直前とか、または2ヶ月後ぐらいかな、に復習したら OK です。3ヶ月後でもいいですよ。3ヶ月後でもいいです。試験前に1回ぐらいは確認した方がいいですよって言ったイメージです。だから、ここはそれほどたくさん復習する必要はありません。重要なところは2番、3番、4番。こっちの分類なんですよ。こっちの分類。で、勉強っていうのは、解けない問題を解けるようにしていく。また、曖昧な知識を確実にしていく。これが勉強なんですよ。だから、こっちに焦点を当てていただきたいので、丸1はこのぐらいの復習で OK。試験日までの間に1回か2回復習をね、軽く復習するぐらいで OK。重要なところは2、3、4です。ここでまず考えていただきたいのが、基本的にはどの問題も配点って一緒じゃないですか。1問1点ですよね。となってきたら、簡単な問題も難しい問題も配点は一緒なんだから、簡単な問題をしっかり頭に入れていって得点を重ねるって方が効率がいいんですよね。難しい問題っていうのはそれだけ時間かかります。ちゃんと頭に定着させるまで時間かかる。で、比較的簡単な問題。これは自分にとって簡単な問題ですよ。自分にとって、あ、これいけるな。解けそうだなっていう問題については、比較的短期間の間で頭に入れることができる、頭に定着させることができるわけなんで、こっちから優先的に勉強を進める、復習していく方が、得点につながるんですよ。たくさん得点できますよね。これを前提に考えると、解けたけれども曖昧な問題ですね。解けたけれども解説見て、ちゃんと頭に定着していないな。でも、もちろん解説わかりますよ。解説わかる。でも頭に定着していない。こういったものを第一優先で復習していって、頭に定着させた方が早いです。だからこれが優先順位1位です。で、続いて、優先順位第2位っていうのは、解けなかったけれども、解説見たらわかるよっていう問題ですね。これもそんなに調べる必要はありませんので、
これも優先順位は上です。だから1番、2番。で、この1番、2番をもう中心に何回か復習していく。で、この問題に絞った復習を行って、で、7割から8割ぐらいかな、解けるようにしましたと。そしたら初めてこっちに行ったりするんですよ。つまり解けなくて解説見ても分かんなかった問題を調べる時間に当てて、で、理解をしていくっていう流れに入っていくんですね。つまりこっちでちゃんと得点できるようにした上で時間かかる問題を後回しにしていく。頭に定着するのに時間がかかる問題は後回しにしていくという流れです。この方が効率的に勉強できるし、得点がつながる復習ができるんですね。まあもちろんこの 1,2 が終わった後、この丸1番ですね、もう一回ちょっとさらっと確認するぐらいはやってもいいと思います。この4番っていうのは頭に定着させるのすごく時間かかるので、多くの方が4番すごく時間かけるんですよ。上から問題解いていくわけですよね。で、初めの方でこれにぶつかった時に、わかんないな、調べるとかってやってると、こっちを割く時間がなくなって、得点できるにもかかわらず、得点できなくなっちゃうんですよ。こっちを先にやっておいたら、一定の点数はこれで確保できるんですよね。だから、こっちを先にやるってことがすごく重要なんですね。なのでぜひですね、この復習の優先順位を考えながら勉強していただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。